札幌ドームからお伝えしてまいります。北海道日本ハムファイターズ対福岡ソフトバンクホークスのゲームです。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、相手がエースということで、これなかなか点を取るのが難しそうですね。そんなに大量点は望めないと思いますので、序盤からどんな攻撃をしてくるのかちょっと注目したいですね。はい、対エースの攻撃、どんな風に仕掛けていくんでしょうか。さあ、一塁には先制のランナー、バッターは牧原。ここは送ってくる可能性が高いでしょうね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。初球は何で来るか。里崎さん、バントを阻止するようなリードというのはあるんですか。引っ張った、これはどうだ。ファーストの左、抜けました。ファイターズピンチになりました。ノーアウトランナー二塁一塁。さあ、そしてバッターボックスには今宮が入っています。さあ、先制を防げるかという場面。まあ先制がかかってますし、ここはしっかりアウトを取りたいですよね。打ちました、これはショートライナー。さあ、そして打席には松田が入ります。さあ、ワンアウトになりましたが、まだピンチは出していません。まあやはり先制されるのは避けたいですから、しっかり集中したいですよね。なるほど、そうですね。初球打ち、これはどうか。取った、二塁そのまま入ってフォースアウト。一塁転送はアウト、ダブルプレー。先制のチャンスがあったソフトバンクですが、そのチャンスを生かせませんでした。日本ハムファイターズがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。赤星さん、試合を決めたバッター最高の気分なんでしょうね。いやー、これはなかなか味わえない最高の瞬間なんですよね。そうでしょうね。本当に素晴らしい表情をしています。勝ったファイターズ、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のホークスですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはファイターズが見事勝利を収めています。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで札幌ドームから失礼いたします。